村田敏郎は、日本の薬学者、文部官僚。君党は、君に党。学位は、医学博士、薬学博士。静岡薬科大学名誉教授、財団法人日本薬剤師研修センター名誉、会長、社団法人日本薬学会有効会員、社団法人日本薬物動態学会名誉会員。東京帝国大学医学部助手。 東方女子医学薬学専門学校教授を経て、文部省や厚生省に勤務し、札幌医科大学医学部助教授、熊本大学薬学部教授、静岡薬科大学薬学部教授、静岡薬科大学学長、財団法人日本薬剤師研修センター理事長、学校法人協立薬科大学理事長、財団法人日本薬剤師研修センター、会長などを歴任した。 東京府出身の薬学者である。日本において薬物動態学を開拓した先駆者であり、薬剤学の一分野として生物薬剤学を確立したことでも知られている。また、静岡県の名産品である緑茶に含まれるテアニンについて研究していたことでも知られている。東京帝国大学や東方女子医学、薬学専門学校で教鞭を取った後、文部省や 厚生省に議官として勤務した。その後、札幌医科大学、熊本大学、静岡薬科大学で教鞭を取った。静岡薬科大学では学長に選任され、教立薬科大学を運営する学校法人では理事長に就任するなど、教育、研究機関の要職を歴任した。また、日本薬剤師研修センターの創設に尽力し、初代理事長に就任した。 1919年9月10日、東京府にて生まれた、国が設置、運営する松本高等学校に進学した。さらに、国が設置、運営する東京帝国大学に進学し、医学部の薬学科にて学んだ。太平洋戦争の最中である1944年9月、東京帝国大学を卒業した。それに伴い、薬学士の称号を取得した。なお、 後年になって、尿中乳酸排泄量に関する研究と題した、博士論文を執筆しており、これにより1961年3月31日に、県立鹿児島医科大学より、医学博士の学位を授与されている。また、1、エチニルシクロヘキシルカルバメートの生体内変化の研究と題した、 博士論文も執筆しており、これにより1961年10月12日に東京大学より薬学博士の学位を授与されている。1945年4月、母校である東京帝国大学に採用され、医学部の助手として着任した。同年8月15日、太平洋戦争が終結した。戦後の混乱の中、以降も引き続き、 東京帝国大学に勤務した。1948年8月、ぬかた教育法音会が設置、運営する、東方女子医学薬学専門学校に展示、教授に就任した。1951年2月、議官として文部省に入省した。1953年11月、議官として厚生省に出向した。1956年9月、 北海道により設置、運営される札幌医科大学に展示、医学部の助教授に就任した。1958年4月、国により設置、運営される熊本大学に展示、薬学部の助教授に就任した。薬学部においては、法医学や衛生科学などを講じており、前年に休成した坂井良次が主催していた衛生科学講座を引き継いだ。 1961年4月、熊本大学の薬学部にて教授に承認した。承認してからも、江藤翔子、中島八重子、淵上節子、山本育夫らと共に、引き続き衛生科学講座を受け持った。この研究室は、名称の変更など様々な変遷を経つつも、山本明、小島翔子、高浜和夫、三住翔子らによって受け継がれている。 1967年4月、静岡県により設置、運営される静岡薬科大学に転じ、薬学部の教授として着任した。薬学部においては、薬剤学などを講じており、薬剤学教室を受け持っていた。1981年10月には、静岡薬科大学の学長に就任した。人気満了に伴い学長を退任すると、これまでの功績により、 1986年10月に静岡薬科大学より名誉教授の称号が授与された。なお、1987年の静岡県立大学の新設と1990年の静岡薬科大学の閉学に伴い、以降は静岡県立大学の名誉教授として偶された。また、村田が受け持っていた研究室は名称の変更など様々な変遷を経つつも、 静岡県立大学に引き継がれており、木村良平、山田静雄、小野信義によって受け継がれている。その後、薬剤師に対する生涯学習の推進を図るため、日本薬剤師研修センターの創設に尽力した。厚生省薬務局の認可により、財団法人として発足すると、1989年6月に、初代理事長に就任し、初代会長の石師主さんと共に、 センターの発展に尽くした。1995年4月に理事長を内山光に引き継ぐと自身は第二大会長に退いた。後に日本薬剤師研修センターから名誉会長の称号が授与された。また、協立薬科大学を設置、運営する学校法人においては評議員や理事を務めていたが、1993年7月に 理事長に就任し、後に顧問も務めた。なお、これまでの功績が評価され、1992年には、君に陶水法省が授与されている。2007年4月17日に死去した。テアニンの空間重点モデル専門は薬学であり、特に薬物動態学や生物薬剤学といった分野の研究に従事した。具体的には、フェニルケトニオ賞をはじめとする。 神経科学の研究に取り組んでいた。また、神経科学の視点から、茶の木に含まれるテアニンが、中枢神経に対する影響について研究していた。他方、中枢神経系に作用する薬物代謝についても研究していた。その結果、薬物代謝をはじめとする薬物の生態内運命に関する多数の研究業績を残した。 医学者の有田隆一と共に上司した生物薬剤学は高く評価されており、生物薬剤学における名著とされる。村田の業績について、薬学者の内科医英雄は、日本では創世期にあった薬物道大学の分野を開拓されたと評しており、加えて新たに薬剤学の教育、研究に生物薬剤学を導入したと評している。 テアニンに関する研究が評価され、地温会より、斉藤奨励賞を授与されている。また、日本学校薬剤師会に対する貢献により、1967年11月25日に、創立15周年記念感謝状が授与されている。1987年7月11日には、日本薬学会の東海支部より、厚労賞を授与されている。なお、 1961年は1年間で博士号を2つ取得しており、3月に医学博士を授与され、同年10月に薬学博士を授与されている。学術団体としては、日本薬学会などに所属していた。日本薬学会では評議員や理事を歴任し、後に推挙され、有効会員となった。日本薬物動体学会においては、野口秀世らと並んで、 名誉会員の一人に劣せられている。ありがとうございます。